はい、どうも、しゅんてぃぃです。ひろとです。お願いします。はい、なんすか、今日は。今日は、ちょっと、新しいグローブを紹介していきたいと思います。マーゴのオーダーグローブが届きまして。マジですか。マジです。ついこの間出来上がって、はい、後で湯もみの動画を出すんですけども、早速紹介していきたいと思います。はい、それが、どれ、はい、ほい、いやこれやば。マーゴの、これ型番 H03 っていう型番になります。まずカラーリングなんですけど、まずベースが黒で、ここだけオレンジにしてるんですよ。なぜかというと、マーゴは黒とオレンジの皮がめちゃくちゃ良くて、まずツヤが出るのがこの色だなっていう感じでこの色にしました。すごいねこれすごいです。襟側がグレー、また来年も流行りそうなグレーを使っております。刺繍とかこのラベル紫にしてあります。まあ紫はちょっと遊戯王関係で、なんかそのイメージを遊戯王のブラックマジシャンっていうのが紫色で、そのイメージがあって、はい、この色にします。遊戯王好きだった。遊戯王好きで昔で、ここの裏側オレンジになっております。どういう特徴がありますか。普通の型番は指股ありが普通、 H01 っていう型番なんですけど、これはクロスウェーブで指股ありの型番になります。このクロスウェーブあるんですけど、飾り紐になってます、はい、これでちょっとウェーブの強度が増します。それで、ね、今日何やるの。これを使って、これを使ってちょっとキャッチボールとノックをしていきます。マジか。はい、肩は一応カチカチ。もうまだこう柔らかいです。ほら、どうしたの。湯もみはちょっとさっと1秒ぐらい立ってみて、お湯につけたら1秒、お湯につけてもうすぐ揉んで、すぐがっつり揉んだんですけど、結構柔らかくて湯もみ浸透性がすごいです。だから肩がつけやすかったんです本当に。なるほど。はい、今回はちょっとキャッチボールとノックをしていきます。はい、はい、公式でね。公式と、はい、軟式でちょっと、軟式両方とも、両方ともやっていきたいと思います。はい、わかりました。はい、はい、それではやっていきましょう。行こう。はい、早速使っていきたいと思います。最後、はい、お、安心感すごい。結構自分このポケットを重要にしてて、まあ、そこら辺を意識して湯もみしました。お、いい音、スポット入ってくる。あー、いい、めっちゃ良くやん。いい音、いい音で、ちゃんとここにしっかりポケット作ってるんで、スポッと入ってきます。いい音。うん、超いいじゃん。気持ちいい。そんな暴れることはなく、ここにちゃんとポケット入ってくれたんで、この安心して使います。いい。うわ、いいね。一応取る目安っていうのは決めていて、ポケットからこのポケットより上にならないで下で取ってるっていう感じで、でもこっち来てもスッてこういう感じ入ってくるんで、もう使いやすいです。いい音。やばい。DS もいい。あ、そうだ。軟式と硬式取ってきたんですけど、ノックを受けていきます。これも硬式と軟式でやっていきたいと思います。
公式と軟式でフックしてきました。まず公式なんですけども、そんな球が暴れることなく収まりが良くて、土手側でポケット作っておいて当て取りもしやすくなっております。ちょっと土手側でポケット作ってるので球出しが早くなっています。で、軟式は包み込む感じでやってたんですけど、しっかりと掴みやすい、球出しもしやすい、今プレオーダーで出来上がってきて、多分マーゴはオーダーできるのが3月ぐらいになると思うんで、まあ、まだ多分値段とかあんまり決まってないので、まあ、そこら辺はリバースさんとかマーゴオフィシャルインスタグラムを見てくれれば分かると思うんで、そちらの方もチェックお願いします。ちなみにマーゴってちょっとグローブとか分かんない人からしたら、はい、何のグローブか分かんないんですけど、はい、教えてもらっていいですか。マーゴは、町田さんっていう常葉菊川の甲子園に出た守備の名手の監修したグローブとなっております。もう YouTube でもすごい流れてるよね。セカンドのね、はい、僕の多分1個上です。はい、で、ここにもちゃんと町田さんのシルエットが、あの、おー、ありましたね。飛んでるところね、飛んでるところ。そうです。めちゃくちゃかっこいいし、軽い、そして操作性もいいし、片付けもしやすいと思うグローブとなってます。なんか良平がさ、はい、今までにない内野仕様っていう風に言ってたと思うんですけど、本当それに、本当それですね。自分の中で一番使いやすいグローブとなってます。はい、というわけでぜひともね、はい、興味のある方はリンク貼っておきますよね。リンク貼っておきますので、はい、チェックの方よろしくお願いします。はい、はい、この動画が良ければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。では、バイバーイ。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。